はい、こんにちは。インテリアコーディネーターサロンポールこと阿部悟です。今回はですね、インテリアコーディネーターの二次試験のロードマップっていう動画を作成してみました。いわゆる学習の始め方になりますね。はい、それではですね、早速進めていきたいと思います。はい、ではまず今回の動画の目次ですけども、まず1点目、製図道具を用意しよう。こちら別の動画があります。2点目、まずは4つの線を覚えましょう。3点目、製図道具を使って模範解答を真似てみよう。おすすめは第37回の平面図です。4点目、家具のサイズを分析して自分なりにテンプレ化をしていきましょう。5点目、自分で考えて変えてみましょう。まず第1には動線が注意ということですね。ではですね、次いきます。はい、では最初に、製図道具を用意しましょうということなんですけども、こちらはインテリア産業協会に書いているものの中からですね、まあ、私的にまあ必要じゃないかなと思うものを、書いております。こちら皆さんで読んでみてください。はい、ここで1点ポイントがあるんですけども、こちら何度か動画などでも言っていますが、色鉛筆だけは絶対にケチってはダメですということですね。いわゆる100均とかで売っているものはですね、もう子どもの塗り絵とかに使用するようなものになっていますので、やっぱり色のりがすごい悪いですし、着彩に時間もかかりますし、そもそも絵が上手な方がですね、塗ったところでもいい色鉛筆と、まあ、安い色鉛筆ですね、比較した時にすごい差が出ると思うんですね。なので色鉛筆だけは、まあ、最低でもですね18色以上入っていて、まあ、1000円後半、まあ、2000円前後ぐらいのものがいいんじゃないかなと思います。はい、こちらはですね、概要欄に製図道具だけを解説している動画の URL も貼っておきますので、よければご覧ください。はい、では次いきます。はい、まずは4つの線を覚えましょうということで、具体的に4つ言いますと、彩線、中線、太線、1点左線ですね。はい、こちら1点ずつ解説をしますと、彩線は主に床のフローリング線であったりとか、まあ、引き出し線ですね、そういったものに使われます。次、中線ですけども、基本的な線、家具の外形など最も一般的に使われる線となります。次に太線、こちら壁の線であったりとか、立断面図や家具図のですね、断面線などに使われます。そして最後、一点左線はウィンドウトリートメントですね、に使われます。はい、で今4つの線をですね、口で紹介してきましたけども、これだけのですね、線を描く練習というのはもう正直必要ないと思います。で、描き分けっていうのは、いわゆる細いのか、中くらいか太いか、まあ、一点左線なのかとかですね、その程度のことなので、大事なのはもうどういう時に使う線なのかっていうことですね。この点をですね、もう図面を描きながら覚えていくのが一番効率がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは次いきます。はい、製図道具を使って模範解答を真似てみようということで、今回使用するものはですね、おすすめの過去問の中でも第37回を使っていきます。そしてシャープペン、消しゴム、三角スケール、直定規、円定規、三角定規セットということで、別に全部揃っていなくても問題ありませんので、都市によっては平面図に着彩をしなくてもいいっていうことがあるんですけども、この37回まさに該当しますが、基本的にはですね、書いたら塗る練習は絶対にしておいた方がいいかと思います。はい、それでは早速、製図の方の動画に移っていきましょう。どうぞ。はい、それでは早速図面を書いていきたいと思うのですが、まずはですね、今回窓が1箇所、2箇所、3箇所、4箇所とありますので、問題文を読んだ上でですね、まずこちら先にウィンドウトリートメントを私は埋めていきます。なぜかと言いますと、部屋ごとにやってると結構書き忘れちゃうんですね、最後に。なので、まあ諸事情があってですね、後で書き換える場合もあったりするんですけども、基本的には一点左線ですね、で埋めていく形にしています。はい、神経質にならずに一点左線をですね、まず開口部に入れていきましょう。はい、それではですね、一番小さいこちらの夫の部屋ですね、こちらからやっていきたいと思います。基本的には某社の模範解答というものを使ってやっていきます。はい、まずですね、幅1500、奥行き750、高さ700のデスクと椅子一脚、書棚を置くって書いているんですけども、模範解答ではですね、この窓の前に置いていると思います。
でまあ、ここで一旦皆さん考えてほしいんですけども、奥行き700の机がここに来た時に、こちらの窓ですね、しかも出窓になっている状態でこれ開閉ができるのかとかですね、その辺のことを考えながら、作図をしていってほしいと思います。今回はこの窓の前に置いてみようと思います。で幅が1500ということなので、今回ですねこの開口部にちょうど、まあ、置きなさいよみたいな形でちょうど1500が取られているんですね。なのでここでまず1500取っていきます。で次に奥行きですね、奥行きが750って書いていますので、三角スケールで測るとこれが750になります。で750に印を打っておきましょう。はい、今これですね、750、この壁から750の位置に点を取りました。で今度ですね、置き家具をする場合はですね、この壁には物をくっつけずにですね、ちょっと離して書く必要があります。で具体的にどういうことか書いてみますね。はい、ポイントはここになります。これだけでですね、もうこの元々引いている線だけではこれ机になりませんので、きちんと四方をですね囲うという形で、はい、今ここちょっと空いてるの分かりますでしょうか。まずこれが机の外形の線になります。先ほど言った中線ですね。はい、では次に椅子を配置します。はい、まず定規で測ると今これ3センチなんですけど、中心がここになります。今回500ミリの幅の椅子を描いてみようと思うので、先ほど印取ったところにちょうど真ん中の250ミリのところですねに当てていただいて、0と5に印を打ちましょう。はい、で奥行きですね、まあ奥行きも今回こちら500取っておきます。はい、今回は背もたれ付きのいわゆる学習デスクとかにセットで付いてる椅子みたいな形ですね。特に肘置きとかもありません。はい、これでですねまず机と椅子が完成しました。はい、次にですね書棚を書いていくんですけども、書棚に関しては寸法の指定がございませんので、この空いたスペースに入れるのが一番いいと思いますので入れていきます。はい、そして書棚のですね奥行きなんですけども、こちらですね300ミリが適当だと思います。先日家具のですねデザイナープロの方と、まあ、お話をさせていただく機会があったんですけども、書棚についてその時話していて、まあ、奥行きの話もですね私一応まあこういう試験のお教えすることもしているので奥行きに関して聞いてみたんですけど、やっぱりまあ300ぐらいがいいんじゃないかなと。やっぱそれより深くなってしまうと当然物が取り出しにくくなるので、その辺はですね頭に入れておいていただけるといいと思います。はい、書棚に関してもですねこちらは、基本壁からちょっと離していますし、まあ、今これカメラが上に俯瞰撮影しているのでちょっと覗き込めないのでちょっと曲がってるんですけども、皆さんはですねきちんと正確に、長方形を書いてください。はい、これで今机と書棚ですね。で次になんですが、今回はですねリクライニングチェアとオットマンティーテーブルを指定されているのですが、最初はですねこの試験でよく出てくるイージーチェアですね、イージーチェア一脚を書く練習をされるのがいいんじゃないかなと思います。そしてイージーチェア書くときはですね実際にはですね結構小さいんですけども、インテリアコーディネーターハンドブックにはですね、まあ、幅600ミリ程度で OK で書いているので、こちら600ミリ最低書いていれば間違いにはならないと思うんですね。なので600角の椅子をまず描いてみたいと思います。はい、今このグリッドを中心にこちらに300、こちらに300取りたいと思います。0と600、はい、これで今600ミリが取れている状態ですね。で今回600ミリ角なのでここからまた600ミリ、はい、まあ、せっかくなのでここからも取っておきます。はい、これらの点をつないでいけば600ミリ角というものが取れるはずですね。ではつないでみます。
はい、そして最後に背もたれをつけておきます。はい、これが一番簡単な書き方ですね。イージーチェア600ミリ角ですね。そして次にティーテーブルを置いてみましょう。はい、ティーテーブルはですね、皆さんお持ちの円定規の、まあ、6から7あたりでいいと思います。はい、このように円を描くと簡単ですね。そしてついでにですね、この角にインテリアグリーンを置いてみようと思います。こちらですね、絵が苦手とかですね、ちょっと図面が汚くなってしまう方におすすめしたいのが、まず円定規で丸描いてください。そしてこの描いた丸の縁をギザギザさせていきます。はい、これだけでですね、あとはもう色、緑とかで塗ると割と綺麗に見えるようになりますので、まあ、図面がですね、なんか汚いなって思われている方はもう全て定規を使う方がいいですから、まずはですね、このように円定規でインテリアグリーンを描くことを練習してみてください。簡単ですね。はい、それではですね、次にこちらの壁ですね、今こちら破線になっているので、何もない状態になっているので自分で壁を、つけなければいけません。そして指定されている西側の壁にこちらですね、適切な建具かっこ間口幅800ミリを設けるということですので、まあ、いわゆるこのグリッド、まあ、マスって言いますね、このマス状のどこのマスに扉をまずつけるのがいいのかなっていうのを考えていただくと、まあ、基本的にここはですね、まあ、玄関入ってきているところなのでないと思います。でここに設けてしまうとですね、仮に開き戸だった場合は結構デッドスペースがこことかここに生まれてしまうので、今回はですね、模範解答にもあるようにここにやっぱつけるのがいいんじゃないかなと思いますので、ここにつけていきます。はい、ということで今回はグリッドが 1000×1000 ですので、まずですね、ここのグリッドから 200mm 取っておきましょう。これ 200mm ですね。ということはここからこっちはもうすべて壁になってしまって、ここに扉がついて、ここも壁ということですね。でこれ重要なのがですね、この壁の線も自分で描かなければいけないということになりますので、まず一旦この壁の線をですね、描いてみて実際にお見せしたいと思います。はい、そしてですね、壁を描くときに皆さんに、まあ、描ける方は全然 0.5 でいいんですけども、おすすめはですね、 0.7 のシャーペンで描いていただくということですね。でこういうことを言うとですね、いやもう製図は基本的に 0.5 で、しなさいとかですね言われると思うんですけども、そもそもですね、皆さんが今一番の本質は試験に合格をすることだと思いますので、まあ、そこに当然こだわる方はですね、こだわっていただいたらいいと思うんですけども、まあ、合格をですね第一に考えるのであれば、より綺麗な図面を描けた方がいいですし、シャーペン何使っているかなんてチェックされませんので、私は 0.7 のシャーペンでここで太線をきちんと描くっていうことを実施された方がいいと思います。まあ、この辺はお好みでやっていただいたらと思います。はい、今これ 0.7 のシャーペンで引くと割と普通に描いていても結構太く描けるんですよね。なので印象はやっぱ良くなると思いますから、 0.7 も1本あると便利だと思います。はい、そして今回 800mm なので定規で寸法が取れる方はですね、もう 1.6 cm で取っていただければ構いません。そして扉を描くときに重要なのがですね、厚みを表現することですね。こちら割と重要なことなのでお伝えしておきます。扉の厚みが必要です。はい、今これ厚みができました。あとは皆さんお持ちのですね、円定規33あたりを使っていただいて、この開閉記号ですね、はい、も書いていただくと扉ができるということですね。はい、これでとりあえずは夫のコーナーができました。ということで、まあ、本来は一番最後に書くんですけども、一旦ですね、この家具の名称などをちょっと入れてみたいと思います。そこで使うのはですね、引き出し線というものですね。先ほど引き出し線は彩線っていう話をしたと思うんですが、はい、ちょっと気持ち細めですね。でちょっと先端に点を打っていただいて、これか書棚ですね。はい、で寸法を記入していくという形ですね。今回が 800×、奥行き300、
で、高さは特に決まっていませんが900にしておきたいと思います。はい、このようにですね書いていくわけですね。で、直接この中に書けるものはですね、例えばイージーチェアとかですね、書いていただいて、こちらは 600×600 で、座面の高さですね、シートハイは350とか、このように書いていきます。で、例えばですね、この辺がごちゃごちゃしている時なんかは斜めに引き出していただいても構いませんので、こう引っ張ってきて、例えばデスクですね、今回であればデスク、寸法が 1500×750×700、 このように表記していただいても構いません。はい、それでは夫の部屋は基本的にこのような形になるんですが、照明計画もですね今回ありますので、一応お伝えしておきますと、まあ、これぐらい小さい部屋でしたら、例えばですねシーリングライトを一つつけておくだけでも基本的には問題ないんじゃないかなと思いますし、別にダウンライトでですね配灯していってもいいと思います。そしてデスクランプも書いておきます。引き出し線を引くときは綺麗に見せるためにも定規で再線で引くと。こちらデスクランプですね。はい、このように定規で引いていくことでとても綺麗に見えますので、もうおすすめしますね、定規を使うことを。もうフリーハンドで書いていい人はですね、もうこういうもののバランスをもう体で掴んでいてですね、パッと見が綺麗に見える人はフリーハンドでいいと思うんですが、それ以外の方は基本的に定規を使って綺麗に見せる努力をしてみてください。理由は先ほど言った通りですね、こちらはプレゼン資料になります。はい、そして次に今回はですねこの寝室までをやってみようと思います。で、寝室にですね置くものは今回はシングルベッド2台を置く、夫婦の共通の趣味である映画鑑賞なども楽しめるように壁掛けテレビですね、そしてチェストを2台置く、で、床はフローリング張りとしというふうに書いているんですけども、基本的に置くものというのはシングルベッド2台と壁掛けのテレビとチェスト2台という形ですね。はい、それではですね早速シングルベッド2台とチェストをまず先に書いていきたいと思います。はい、まずはですね最初に皆さん問題用紙についていると思うんですけども、100分の1の平面図でエスキスをしていただいてからですね、ここに置いても大丈夫っていうのを確認してから清書に移ってもらいたいんですけども、まず基本的な考え方としてはですね、ベッドは幅1000取ります、1000ミリですね。で、今回書かれてはいないんですが、ナイトテーブルも置きます。ナイトテーブルは450画か500画ぐらいでいいと思います。今回500にしますね、分かりやすく。なので1000取って500を取って、その後にまたシングルベッドが1000来るので、合計でまず2500ミリ必要ですよという形になります。なので今回の部屋で言うならば、中心、まあ真ん中に置きたい場合はここのグリッドから1000、2000、3000、ここまでを見ておけば基本的にシングルベッドとナイトテーブルともう1台シングルベッドが置ける形になります。はい、さらにですね今回チェストのことも考えなければいけませんので、まあ、チェストはですね基本的にここに配置する形がいいと思います。なのでチェストを置いた時にベッドまでの幅が900ぐらいは開けれたら理想かなという感じですね。はい、なのでですねまずは2500を確保しながらっていう形なんですけども、極力ですねこの南側、こっち側にベッドを寄せたいので、今回ここから2500を取っていきたいと思います。そうするとこっち側は割とスペース空きますよね。はい、なのでここから始めてみたいと思います。はい、今回ですねグリッドが 1000×1000 なので、2000ミリを取る場合は別に測らなくてもいいんですが、確認しますとここのグリッド上がちょうど2000になります。で、ここからベッド1000、ナイトテーブル500、ベッド1000なので2500を取りますと、はい、ここまで来るということですね。そしてここからベッドがここまでですね、ベッドがここからここまで、そしてナイトテーブルがここからここですね。ではここから平行線ばっかなので、ちょっと三角定規を使って書いてみたいと思います。はい、この点から2000ミリのところまでですね。
で、ベッドはこの線もなので、これでベッド1台分の奥行きが取れました。次2台目ですね。はい、まずこれでベッドの外径取れましたけども、今回測りますけども、今回グリッド線なので、ここから半分、このグリッドの半分取ると500が取れるんですけども、はい、ここが500ですね。このナイトテーブルを書くときも必ずベッドにはくっつけずに四方を囲みます。はい、でナイトテーブルができましたら、ナイトスタンドですね、照明を置いてあげましょう。はい、そして掛け布団なんかはですね、ご自由に書いていただいたらと思います。はい、枕なんかも書くとよりベッドっぽくなりますね。はい、この辺はご自由に書いていただいたらと思います。では次にですね、チェスト幅 800×奥行き450、高さ850を2台置くということで、平面図では高さ特に関係ありませんので、 800×450 の長方形を2つ書いていくという形になります。はい、チェストもですね、この壁にくっつける形になりますので、もう2台をですね合わせた1600で確保すればいいと思います。まあ実際には1600ちょっとですね、壁から離れる分がありますので、で今回奥行きは450ということですね。はい、こういう場合はもう2台ですね、続けて。書いていきましょう。そして書いた上でですね、今こちら2台続けているので 3.2 センチありますから、 3.2 センチを2で割ると 1.6 ですよね。なのでこの 1.6 センチのところにもう1本線を入れてあげれば、はい、これでチェストがもう完成ですね。そしてこれも本当は最後にまとめて書きますが、今回入れておきますね。はい、例えばこれでチェスト2台とか書きますね。で寸法が 800×450×850 ですね。まあここに ×2 台とか書いておくと、まあ先ほども言いましたがプレゼンテーションなので、まあ顧客にも分かりやすいですよね。なので心配な時はもう書いておく、こういうの限定になりませんので、はい、もう心配だったら常に丁寧を心がけるのがいいと思います。はい、では続いてこちらももう書いておきますね。はい、このようになりましたね。で皆さんはですね、まあ練習なので、まあ、この辺りにですねインテリアグリーンなんかを置いてあげたらいいと思うんですけども、まあ、はい、すいません、今録画してたんですけども、なぜかですね30分経った時に勝手にですね録画が切れていて、私気づいたのがですね、もうすでにここまで変えてしまったんですけども、ちょっと一旦ですね、ここまで変えてしまった上でですけども、ちょっと解説をしてみたいと思います。先ほどですね、このベッドのスペースの話をしていたんですけども、
まずですね、ベッド描く際に重要なのがですね、ここからですね、この通路にあたる部分は500ミリは最低確保しましょうという形になります。今回こっちもですね、ここまでは500ミリ以上は必ず開けましょうということになってます。なおかつ今回チェストも2台置いているんですが、この引き出しを出してですね、人が物を取り出すっていう動作には900ミリぐらいはあった方が安全なので、今回はですね、割とスペースには余裕がある状態であります。はい。でですね、次にもう照明計画まで進めて、もう壁も描いてしまったんですけども、改めて解説をしてみたいと思います。まずですね、今回、扉をここに設定したんですけども、まずそもそもとして、この壁であったり、この壁のあたりに設定してしまうと、ものすごく部屋が使いにくくなってしまうので、当然、端に設置するのが一番いいと思います。無難ですね。で、今回はこちらを選んだんですが、はい。なのでまずですね、今回グリッドが1000なので、ここは200ミリ取っています。そしてここは太線ですね、 0.7 の先ほど紹介したシャープペンシルで書いていただくとスムーズに書けます。で、なおかつこちらですね、残った壁も太線で図紙をしていきます。はい。で、次にですね、このもうテレビを、壁掛けにしてしまったんですけども、今シングルベッド2台に対して、そのテレビをですね、真ん中に持ってくるっていう方法も先ほど実は解説していたんですけども、ちょっと動画が止まってしまっていたので、改めて解説をしていきたいと思います。まずこの考え方はですね、この寝室だけではなく他のスペースでも使えますので、家具のバランスを取りたいっていう時に、使ってもらいたいんですが、今回シングルベッドのこちら1台目と2台目の端をですね、測ると5センチあるんですね。なので5センチを半分に割ると 2.5 センチになります。はい。そして 2.5 センチの場所でこの壁ですね、この壁に向かって線を薄く引いていきます。はい。そうするとですね、今ここのあたり、ちょっと今ずれちゃってますけども、このあたりが、このシングルベッドを中心にしたセンターになっていますね。なので、ここのセンターに合わせて、例えば今回1メートルの横幅のテレビを描くのであれば、1メートルっていうのは2センチなんですね、定規でいうところの。なので、先ほどの印に1センチを合わせていただいて、こちらに1センチ、こちらに1センチを取ると1メートルの横幅のテレビが描けますということですね。はい。このように何かを基準にセンターを取りたいときは、その基準になるものの真ん中を決めていただいて、そこから線を引いていった上に何かを書くと真ん中を取りやすいという話ですね。はい。次にですね、インテリアグリーンも実は着彩をしていたんですね。着彩をするとより綺麗に見えますよということで書いたんですけども、こちらも収めれていませんでしたので、改めてちょっともう一個だけ書いてみたいと思います。今回このベッドの横に置いてみますね。はい。この丸の大きさは任意です。お好きに決めていただいて、はい、縁をギザギザさせます。そして皆さんもお持ちだと思いますけども、緑の2色ですね、普通の緑とこちら黄緑みたいなものなんですけども、こちら A 下手っていう方もですね、全然大丈夫です。ちょっと適当に塗ってみますね。グリグリっと塗ります。で、もう1色の方でもグリグリっと塗ります。はい。するとですね、勝手にグラデーションになってくれるので、結構綺麗に見せることができます。寝室に関してはこんな感じですね。で、あとは照明計画をしたんですけども、こちらもですね、やはり見た目のバランスっていうのはこの試験では大事ですので、この辺に4灯をまず配置したいと思ったのであればですね、うっすらですね、線をもう引いておくといいんですよ。例えばこう引きますね。このように引いてですね、あとは円定規でこの中心となるように円を描いていくと。例えばもう1灯ここに描いてみるのであれば、グリッドがなくてもですね、はい、このように縦列を揃えて描くことができます。で、ダウンライトを配灯した上で、ちょっとまだこれ部屋が暗そうだなって今回思ったので、こちらブラケットライトですね、2灯つけております。はい。このように暗いよりは多少明るい方がいいと思いますので、
照明計画の際にはメインの照明をまず考える。例えば夫の部屋でいうとシーリングライトで、そこで足りないものあればダウンライトやブラケットで補足をしていくっていうイメージでいいかと思います。こちらはそこまで神経質になる必要はありません。はい、ということでして、今回はですね、この夫の部屋と寝室に関してお伝えしてきたんですけども、今度こちらのリビングですね、こちらは皆さんで、ご自由に練習をするスペースとして活用していただけたらと思います。で、どういうことかと言いますと、まあ、このスペースの中にですね、いわゆるよく、リビングダイニングで使うような当然ダイニングセットですね、ダイニングセットを書いてみるとか、あとはソファーの3人掛けを書いてみるとか、あとはですね、イージーチェアですね、イージーチェアを配置してみる、こちらですね。であとはセンターテーブルも当然置けますし、はい、このようなものをですね、今キッチンがこのようにあって収納もここにありますよという状態で、自分だったらどうするかなっていうものも多少考えながら、まずは家具を書く、そしてこのグリッドを理解するっていう意味で練習をされるのをお勧めします。で、その点で1点注意しなければいけないのが動線ですね。で、この動線はどういうことかと言いますと、例えば今ここにテラス戸があるんですけども、このテラス戸に人が向かうときにですね、この辺りに家具があったりすると当然邪魔なわけですよね。なのでその辺りが減点のポイントになってきます。ですからここには干渉しないようにきちんと家具を配置していくとか、家具をまあできたら配置する前にエスキスをするのが確実なんですけども、まあ置いてみた時点で今練習ですから、ちゃんと人が通れるかなっていうところをきちんとですね、動線を考えてあげるっていうことを意識しながら書いてみてください。はい、それでは今回の動画は以上となりますが、昨年作った製図の動画もですね、クオリティはちょっといまいちかもしれないんですけれども、全然活用できますので、よければですね、独学の方はそちらをご覧いただいたらいいと思いますし、まあ、今年もですね、ぼちぼち製図動画は引き続き上げていきたいと思いますので、よければご活用くださいといった感じです。はい、それでは今回は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。